こんにちは、貝柱です。カイロっていうホラー映画がありまして、今日その話なんですけど、黒沢清監督がやっている撮った作品なんですよね。今 YouTube で2週間限定で無料公開してまして、ぜひ皆さん見てほしいんですけど、この機会に。まあ普通にサブスクにもありますよ、ほぼあるんで、まあお好きな媒体でって感じなんですけど、改めて見返したんです。だから怖かった。もう2回目の方が怖かった。ストーリーがね、難解、ちょっと難しいよって言われておりまして、ちょっとぜひこの動画内にていろいろ紹介させてもらうんで、興味を持ったらご覧になってみてください。あのね、ぜひで見るときですよ、この映画空気感がすごくて、ホラー ASMR、 イヤホンつけてみてください、イヤホンで。いやもうや、でもイヤホンだな。もうテレビのさ、テレビのスピーカーって意外と軟弱なのよね。思ったよりこう自分の耳にダイレクトに繊細な音届かないから、何でもいいからイヤホンでやってほしい。それかもうホームシアターみたいなやつありゃね、それでもいいと思うけど、もう爆音で聞いてもらって、もうさ、いろんな嫌な音するんだけど、まあ中でも「助けて」みたいな、耳元で。助けて。もう夏場の蚊が耳元で、いやー、ぐらい嫌なね、不快感っていうか。で、映像よ。どのシーンを切り取っても不気味。ああ、もう、僕は黒沢監督の映画は、なんとなくのね、全体的ななんとなくのイメージで、乾いた鉄の匂いがするなって感じ、画面から。鉄分摂取にすげえいい、目から鉄分取れるっていうですね、非常に栄養価の高い映画として僕の中で 勝手に 鉄分足りてないなみたいな時見たりね、するっていうのは冗談なんですけれども、でも鉄の匂いですよ、恐ろしいんですよね、本当に。ちょっとじゃあストーリーの方を早速簡単に紹介させてもらいますよ。メインのキャラクターが2チームに分かれておりまして、まず川島くんと春江ちゃんっていう男の子たちのチーム、学生さんかな。で、工藤ちゃんっていう、まあ普通に働いている人のチーム、この2組で分かれておりましてですね、方々の視点で話が進んでいくんですけど、それぞれですよ、近しい人たち、会社の同僚であったり、消えていくんです。で、消えていくっていうのが、なんか影がへばりついてるんですよ。例えばね、職場に「あれ誰々君最近来ないね」って言って、「心配だね」って、その人の誰々君の家に行くわけです。誰々君って言って、チン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 って、すげえドアの音バタン開けて、誰々くんって言ったら、誰々くんいるんだよ。壁の方にズンって立ってて、どうしたの、なんか顔色悪いじゃんって。ちょっとこう視線をそらして、もう一回誰々くんって見たら、その男の子がのいた場所に、影が、黒い影がびっしりついてて、で、なんかこう首をつってどうやらなくなってるっぽい映像も一瞬差し込まれたりするわけ。もうここからもう気持ち悪いんですけど、びっしりよ。もう雑巾でゴシゴシしても取れなさそうなぐらいびっちりついてる。みたいなのが頻発していくんです。怖かったのがね、これでね、川島君って男の子。この頃、2000年代、2001年の映画なんですけど、インターネット黎明期ですから、大衆化してきてるんですよ。一般のご家庭でもインターネットを使う人たちが少しずつ増えている。川島くんもその一人で、インターネットの始め方みたいな本を見ながら、ここに IP アドレスとか言って、パチパチって、もうクソデカ、今では考えられないクソデカブラウン管のディスプレイのパソコン見ながら、ポチポチポチってやって、どうにかつながったっぽいんだよ。つながったっぽいんだけど、この最初に出てくるインターネットの画面が、いわゆる例えばヤフーであったり、グーグルであったり、検索エンジンあるでしょ、なんかああいうのじゃなくて、なんか知らない人たちの部屋が見えんの。これもさ、本当に鉄分 FE こんなよ。
ズンってなんか目の前にこう黒い影でこう立ってる人とか、でいい塩梅にさ映像的にもうめちゃくちゃ影が利用されてて、こう後ろのとかでなんかゆっくりこう椅子に座ってこう揺れてる誰かとか顔がはっきりしないんです。だから川島くんさ、なんだこれって、これがインターネットなんて思うじゃん最初。え、何これ、すごい世界とつながっちゃったと思ったらバーン画面が切り替わって文字が出てくるんですよ。ポツ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 、幽霊に会いたいですか。うわーって思わずビビってディスプレイ消して、はーしこってねえよ。それで調べていくんですよ。春江ちゃんっていう人にね、コンピューターに地震ネキにこう相談をとかして調べていくんですけど、同様にこの影としてこう消えていく人を目撃していくと。怖い。で、どういうこった、どういうかったって、本当にガンガン消えていくんですよね、人が。意味わかんないぐらい消えていくのも、最終的にとんでもないことになるんですけど、まあそこはぜひ見てほしいんですが、で、何かっていうと、劇中で説明がなされているのが、死後の世界というか、人は亡くなって、じゃあ、魂だけの存在になった時に、この現世じゃなくて、じゃあその魂を入れる器というか、違うステージがあるとするじゃん。だけど そこには容量が決められていると、容量があると。でこの中に魂いっぱいこう入れすぎちゃったらもうパンパンですって、容量大変です、もう入りませんって、もう容量オーバーになる時がいつか来る。これが魂だとしたら、そんな時にこの魂、まあ、幽霊としましょうか、じゃあ、がとあることがきっかけで現世に流れ込んできちゃってる、容量オーバーになってるから、これが我々の世界、これが魂、あの死後の世界、容量オーバーで我々の世界とこの幽霊の世界が、そのとある装置が完成して、回路が完成して道がつながっちゃうわけです。それで我々聖者たちの世界に死者が進軍してきている、溢れ出してきてしまっているのではないかみたいなニュアンスね、うん、これがこの辺の映画の難解なところっていうか、ひょっとしたらだから僕もこれ理解していない可能性があるんですが、でもニュアンスそんな感じです。うん、回路が完成してしまったんだと。それはある日なんてことのない何でもないようなことで完成してしまったって言って、イメージ映像みたいなのでね、相川翔さんが扮するその工事現場の作業員みたいな人が赤いテープを持ってこう四角く窓があって、赤テープでビリビチ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 とやってしまう。するとそれが向こうの世界とつながる回路として働いてしまったんじゃないか。でそれはこの頃さっき言ったように黎明期であったインターネット、世界とつながるケーブル一本、これと死者の国の世界っていうのが関係、あのつながっているのではっていうね、うん、まあこの辺はもうむずいんだ、まあ、わけわかんないんで魂で理解してください、あなた方のそのあーねーってこうなんとなく察しときますって感じのニュアンスで心持ちでぜひね健やかに生きてほしいんですが、おおらかなね、あなた方の大きな器で、うん、容量オーバーになっちゃったらね大変だからね、溢れ出しちゃうから、あなた方も器を大きく保ってほしいんですけど、それでまあ要は幽霊、これがこの映画が怖いな、これなのよ。幽霊は人を殺さないの。幽霊なんて聞くとさ怖い、なんかたたりかなんかだ、呪いだなんだって言って殺されるぞってね、連れて行かれるぞ言われるじゃん。幽霊は人は殺さないわって、殺しちゃったらただでさえ容量パンパンなのにダメじゃないって、だから殺さずにそこに縛りつける。この映画のこの消えた、つまり影になった人たちはなんかねニュアンスとして難しいんだけど、はっきりとは死んでないっぽい、ただただその場に影として、でもほぼ体としては死んでるんだと思うよ、体としてはもうない状態だからさ。
その影の状態としてその場に一緒自爆霊みたいな感じ、あの世にも行けず容量パンパンだからただただいるしかないっていう、何もできずに5億年ボタンみたいな残酷だよね。そうやって聖者たちを消していってる。これは幽霊が果たして消しているのか企んでいて、それとも何か事情、あの幽霊も意図していない何らかの作用が働いてなのか分かんないけど、とにかく回路はつながってしまった、オープンになってしまったせいで人は消えていく。最後らへん全然人いないかね、これ東京ですかぐらい、朝方にとってもこんな少ないことないよねぐらいの感じのでね、まあ、ストーリーの、あの大まかなニュアンスとしてはこんな感じ。あとはまあ見てくださいよ、その最後だからそれでもう大変なことになるっていう感じなんですけど、恐怖演出ね、その中でも言うと、あの黒澤監督のやっぱり長回しで起こるこのわずかな変化から生じる不気味さで、あそうだ、ジャンプスケアないです、だからドーンって大きな音で驚かすなんていうものは当然なく、めちゃくちゃ不気味に何かこうひっそりと物事が起きてるっていう、基本的には影ね、消えていった人の影が染みついていると。だからここに登場人物がいるじゃん、こうやってなんかたこ焼きすごい美味しいね、今銀だこやばいらしいよみたいな会話してて、後ろにも人とかいるじゃん、その人たちもさ影なのよ、見えないの、なんか顔とかがどっちっていうその消えてんのか普通にいる人間なのか、この曖昧なラインっていうか、こう勘ぐらせてしまうやつの一番うまい使い方とかマジで気持ち悪いのよ。でさ実際にこう影が嫌なとこか行ってさ、多分女性の影ゆっくりこう歩いてきて、みたいな、なんか謎のなんかムービングも見せるっていうどこの国のダンス怖いのよ、気味が悪くて。そうで一番有名なシーンがこのホラー演出でカイロの中で言ったら、工場のなんか筒状の建物の上から女性が飛び降りるシーンがあるの。麻生久美子さんがこの辺にいて、でこの辺に女性が飛んでピューって飛び降りる、で地面にバンって激突するっていうね、衝撃のシーンなんですけど、ワンカットでジャンプして飛び降りて地面に激突するまでっていうのが映ってて、生身なのよ。でこれワンカットって言ってるけど、そのカットは2つ、メイキングが今ねここまで有名だから公開とかされてんだけど、2つに割ってて、その置き方ぜひ見てほしいんですけど、そのメイキングも綺麗につながってんのよ。どこで切ったのかってもう分かんないぐらい、もうそれでもうバチンって地面に激突するまで、本当の飛び降り見てる衝撃、これが恐ろしい。で亡くなってさ、そこにシミとしてやっぱり行くのよ、シミになるのよ影に。怖い、もう後ろにいる人影全部怖い、やだもう本当に。なんかさ、うわもうやめてよって思うのが、さらにもうどんどん消えるじゃん、そうやって世界的にもどんどん消えてってんだろうね。テレビ番組とかでもさ、茨城県にお住まいの岩木かなさん16歳、神奈川県にお住まいの竹内力也さん78歳、東京都にお住まいのデーモン閣下10億と23歳、名前が呼び上げられていってニュース、その名前が呼び上げられたであろう人の顔写真がテレビには映ってんので、その人の周りにこう家みたいにこう黒い縁が、嫌なテレビ番組ぞ、もうスポンサー全折り、あんなものはあんなものスポンサーリテラシー終わっていやがるテレビ番組怖いよ。
デーモン閣下って何歳？とにかくこういう陰湿で、なんだろう、すごく嫌な恐怖演出がもうじっとり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 結構大量にね、ぜひ見てほしいんですけれども、本当に。まあこれだよね。でお話としては、そのインターネットが広まってきて、だんだんちょっとずつ一般層にも浸透してきた時代で、今もうネットなんかもう絶対必要じゃん、こんなの。もうなきゃ生きていけないけど、あの頃ってもうちょっとインターネットっていうのは不透明というか不確かで、つかみどころがないというか、不思議なアンダーグラウンド感みんな持っていたと思うんですよね。だからそれゆえの、そのインターネットとその死後の世界、魂の世界がつながっちゃうっていうイメージ、設定の持ってき方とか面白いですよね、すごくね。はあ、ぜひ見てください皆さん。ということで、今日はカイロのお話でした。ガイバシラでした。バイバーイ。